皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回の動画は見るだけで音感が良くなる動画なんていうちょっと大げさなタイトルをつけてしまいましたけども、まあ、何をするかと申しますと、僕と皆さんでゲームをしようっていう動画の内容です。ゲームをしよう、音当てゲームを僕と一緒に楽しんでいって一緒に音感を鍛えていきましょうという感じの内容です。でこれ楽器やってない人もね全然 OK だし、僕音感自信ないんだよなとか、私音感ないんだよなっていう人もね全然気軽にトライしていただければ OK です。その音感とは何なのかっていう話はちょっと一番最後にさせていただくんですけれども、全然ね簡単なところからスタートするんでお気軽に別途参加していただければ幸いでございます。リアルタイムで見てる人はねぜひこのチャットの方でこうペーって答え言ったりとかすると面白いかと思いますので、ぜひともバイバイとコメントをして盛り上がっていただければ幸いでございます。では参りましょう。とりあえずこの1本目の動画はねめっちゃ簡単にいこうと思います。めっちゃ簡単に、とりあえずまず最初何をしたいかっていうと、2つの音をね聞き比べるという練習をします。2つの音を僕がペッて鳴らすんでどっちでしょうっていう感じのゲームをしていきます。その2つの音を順番に紹介しましょう。エントリーナンバー1ドエントリーナンバー1はドです。ドです。ドはちょっとこう安定する感じがあって、あなんかこのどっしり感というかもっちり感というか、なんかこのここで終わってしまう感じのなんかこの儚さみたいなのもありつつも、あとすごいこの安定してるんですよ。すごいこの艶やかな感じでございます。これがドの特徴です。エントリーナンバー2、レです。レレはちょっとこの少し暗い感じがして、僕の中では少しチューブラリンというか少し中途半端な感じがするんだよね。だからこのレだけバンってあってもなんかこう不安定な感じ、なんかそんなにこう安定しないというか、ちょっとこううなんかもう一歩いかねえかなみたいな感じになっちゃうようなイメージがあるんですよ。ホップステップといってジャンプしないんかいみたいな感じの、中途半端感があるような感じがします。でレの後にドが来るとホップステップジャンプみたいな感じでゴールにたどり着くみたいな感じのイメージがあります。そんな感じのレは中途半端な人です。中途半端な人です。ドはどっしり感安定感のある人です。この2つの音を僕が順番に鳴らしますので、お答えくださいませ。よろしくお願いいたします。でこれを答えるタイミングを、ちょっくら限定します。こんな感じです。ちょっとお手本をやってみます。こんな感じで問題を出します。1,2,3,4ドーンレーンドーンドーンみたいな感じで答えていてほしいんです。ピッコピッコうーんピッコピッコうーんみたいなタイミングで答えてください。焦ると思うんですけどね、その焦りがいいんですよ。うわーっていうのがいいんです。うわどっちだろうかなみたいな感じで、やってみましょう。それではいきます。ピッコいきます。順番に1,2,3,4ドーンドーンまあ簡単かなって感じはしますよね。ちょっとテンポ上げましょうか。これテンポ上げるとでまたさらに焦るんだ。今80レベル80でしたけども、今度はレベル110にいきます。このレと聞き分けてください。いきます。いきます。1,2,3,4ドーンレーンレーンドーンでしょうか。
ちょっとさっきは楽だったんだけど、これはちょっと辛いなという方は、ちょっと巻き戻しをして、さっきの80のテンポで何回も何回も繰り返し練習をしてみてください。で、この110がクリアできたら、ちょっと次のステップに進みましょう。この動画では、今、ドとレまで行ったんですけども、この動画であともう一個追加します。それは何かと言いますと、Entry No. 3, Mi. Mi です。ドは安定感。レはチューブローリーの感じ。で、このミに関しては僕はちょっとスパイシーな感じがするんだよね。あ、なんかこのちょっとこのピリ辛みたいな感じの、なんかこうこんにゃくとかを甘辛で煮た上にこの鷹の爪入れて唐辛子の香りを出しちゃったみたいな感じのピリ辛なこんにゃくな感じがします。で、このミから転がっていくとホップステップジャンプみたいな感じで、ホップステップジャンプ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 みたいな感じで、なんかこのうまい子にこの転がっていく感じがするじゃない。だからこれ単品で聞いた時にハップステップジャンプみたいな感じで転がったら、これめっちゃ気持ちよさそうだなっていう、このなんかこう先行き不安な気持ちみたいなのもあったりとかします。これがミの特徴です。ミの特徴です、覚えてください。ミです。ミ、エントリーナンバー3、ミで、ちょっとねこの辺からね少し難しくなっていきます。コツは、まあたくさん音を聞いて全身で感じることなんですけど、ちょっぴりとしたチップスとしては、声に出すとね、より一層分かりやすいです。あの、僕がその出題するじゃない。あ、ベーって言うじゃない。この音聞いたらね、うーんってね、一緒に声に出してね、うーんって言ってほしいんだ。そうすると、もっと安定感じゃないかな、その音程感みたいなのがつかめてくると思いますので、声出せる人は一緒に声を出していきましょう。それではいきます。80から順番にいきましょう。結構むずいんで気をつけてください。いきます。3、1。2 3 4 5 あ、違った、行っちゃった。え、もう1 2 3 4 ドレミレミドが入ると一気に難しくなってきましたね。結構ドはわかるんだけども、レとミが微妙だなっていう方結構多いかと思います。ちょっと待って、どっちって多分なると思うんですよ、聞いた時に。なんかドはね、なんとなくでわかると思うんだけど、レとミがね、どっちか判別すごいしにくいと思うの。これはね、何回も何回もね、ひたすら声に出して練習してみてください。繰り返しやってみてください。ちょっとテンポ上げてみましょう。100、もし難しいっていう人は、上げないで、また今の80のテンポでちょっと何回も何回も練習してみてください。100でいきます。できるかな、いくぜ。1,2,3,4 ドレミレミドレでしょうか。なかなか焦る感じですよね。でもなんとなくこうね、僕が言わんとしていることはわかるかと思います。これをね、何回も何回も繰り返すの。また動画を巻き戻して、このね苦手なところをひたすら、繰り返しやってみてください。そうするとちょっとずつ見えてきます、その音の色みたいなのが。そこまではね、ほんとひたすら繰り返し練習という感じなので、もしよかったら何回も動画を繰り返してみて練習してみてくださいませ。これがその今回の1本目の内容でございます。2本目の動画ではファとソも入れて、またこうね広げていこうと思いますので、頑張って練習してみてください。で、アコギの、この練習とかと違って、この音感に関しては結構ね着実にいった方がいいです。
あんまりこう自分に無茶してこうね、あんまうまくできてないけど、まあいいや次いっちゃえばんってやるとすっげえドツボにはまるんで、あの着実にいきましょう。とりあえずこの1本目の動画のドとレとミ、これをそうだな、まあ正解率100とは言わずとも 90% ぐらいは当てられんなっていうところまで来たら次の動画に進んでください。それまではひたすら、この動画で繰り返して練習していただくと、良いかと思いますので頑張ってやってみてください。それではまた違うところでお会いいたしましょう。グッバイっていう感じの、前に、ちょっと最後に余談です。まあいろんな人をね、見ていると、僕音感ないんですよとかね、音感自信がないんだみたいなことを言ってる人、たくさんいるんですけども、基本的にはその音感なんてのはその筋トレとほぼ一緒なんで、筋肉とほぼ一緒なんで、トレーニングしないと身につかないものなんですよ。だから今まで音感を鍛える練習したことがない人が音感ないんですよとか言っても当たり前の話なんですよ。そりゃそうだ、そりゃそうだ、もう練習して身につけるもの筋トレなんで、そこは本当も自信持ってください。今までその音感ないうーって思ってたとしても別にもうね、鍛えればいいんですよ。鍛えればいいんです。もう誰でも身につくんで、やってみていただければ幸いです。で、この音のそれぞれの色みたいなのがあるから、そこをね、早くね、なんて言うんだろう、掴めるとすごく良いかなって感じです。そのためには、もう声に出したりとか、もう何回も繰り返したりとかして、その音をもう喋り尽くすぐらいの気持ちで繰り返していただくと、良いかと思います。頑張ってやってみてください。で、音っていうのは目に見えないからさ、なんかこう、難しいというか、掴みづらいよね。その音を聞いて、これは何の音だから答えなさいって言っても、ね、見たらさ、なんか赤だ、青だ、緑だとか、黒いとか白いとかって、ね、視覚で確認できればわかるけどさ、聴覚だからさ、ね、なかなかそのね、実体がないもんなんで、最初はすごい掴みづらいと思うんです。けど、ね、全然ね、余裕でできる。余裕でできる。なんでかっていうと、もう皆さんすでに音感あるんですよ。なんでかっていうと、例えばだけども、皆さんの元にプロプロって電話かかってきたとするじゃないですか。え、なんか知らない番号だ、誰だろうと思って。てか、もしもし、っつって。で、電話の向こうでさ、もしもし、っつったのがさ、自分のおかんだったらさ、すぐわかるじゃん。あ、もしもし、なんかつなりみたいな感じで言われたら、あ、おかんか、っつってなるじゃないですか。それ、なんで判別できるかっていうと、その音っていう目に見えないものを、ちゃんとこの判別できてるから。なんですよ。その恋人だったり奥さんだったり彼女さんだったり彼氏さんだったり、兄弟だったり、まあいろんなね、その知り合いがたくさんいらっしゃると思うんですけども、電話でペペって聞くと、あ、もしもしって向こう側でちょっと喋った時に、もう、あ、この人あの人だってわかるじゃないですか。わかるじゃないですか。その時点でも皆さんね、その音を判別する能力というのは、ね、絶対持ってるの、すでに。で、これがそのおかんの声なのか、それともどうなのかって、おお、びっくりしたそれはどうなのかっていう感じで、その2つの、差があるわけなんですけれども、もう自信を持ってトライしてみてください。それでは次の動画では、ファとドまで、あ、ファとソまで行って、広げていこうと思いますので、頑張って練習をしていきましょう。それでは今回の動画は以上でございます。また違う動画でお会いいたしましょう。グッバイ。の前に、私、滝沢勝成、ツイッターなどやっております。TAKIJAWA、滝沢という名前でツイッターやってるんですけれども、もしよろしければ、フォローしていただけると幸いでございます。動画の感想、リクエスト、ご意見、いろいろあると思いますので、コメントでもいいですし、ツイッターをフォローいただいて、リプライでいただいてもいいですし、まあ何かしらの方法でコミットしていただけますと、僕はとっても喜びまーす。よろしくお願いいたします。ぜひフォローしてね。それではまた違うところでお会いいたしましょう。グッバイ、さよなら。